花丸葉畑むしろは、気キキミゾ溝隠し族の植物。小型の多年生植物で、琉球諸島の固有種である。絶滅危惧合美類に指定されている。日本に自生する、溝隠し族6種のうちの一種である。小型で多年生の双本であり、全体的に無毛の常緑植物である。枝は四方に広がって張り出し、分子して、地上を刃う。葉は、五生養女である。 葉の数は多く、円形から等円形をし、長さ6ミリメートル、幅5ミリメートルほど、やや多肉質で光沢を持つ。葉には全円あるいはやや虚子が出る。傭兵は短いが、やや長くなることもある。花柄は上を向くが、結果時には倒伏する。花は茎の先端に咲き、白色、または泡紫色で。 長さ8から9ミリメートルほどである。初夏から秋にかけて開花し、花を維持する。額は5つに分かれ、列片は、線状設計で、長さ3ミリメートルほどである。果敢、役は共に無毛である。種子は、卵型で、網目模様があり、長さは0.4ミリメートルである。染色体数は 2n イコール14。日本の固有種であるが、 本種が果てをつけるという点を除けば、オセアニアのヒップセラブシの種の植物とよく似ている。分子系統解析の結果、マルバハタケムシロは、オーストラリアの近煙種から分化したと推定されている。同研究では、マルバハタケムシロは、台湾やマレーシアのヒップセラブシの種の植物とは、直接的な関係はなく、オセアニアの中でも、ニュージーランドの種より、 オーストラリアの種と近縁であることが明らかとなり、隔離分布であることが示された。桜田草や溝隠しとは、小型の多年草であること、種子の外壁が丸く扁平な細胞でできていること、薬の先に大きな突起が二つあるなど、共通点が多い。和名の丸葉畑むしろは、文字通り、丸みを帯びた葉を持つ畑むしろという意味であり、畑むしろは、溝隠しの別称である。 海岸沿いの風昇地、岩場で清水の湧き出る特殊な環境下に生育する。奄美大島、沖縄本島、久米島に分布する固有種であるとされる。ただし、沖縄本島は開発によって絶滅した。久米島でも絶滅したと考えられてきたが、再発見されている。朝日百科植物の世界では、奄美大島、久米島だけに分布が知られる、と記載している。 学名のルッチンシスは、琉球のという意味である。日本の環境省が発行する2019年版のレッドリストでは、丸葉畑むしろは、絶滅危具合美類に分類されている。2007年のレッドリスト選定時の調査では、奄美大島の名瀬東部、名瀬西部、コニア、久米島の果ての浜で生育が確認されている。都道府県レベルでは、鹿児島県と沖縄県が、 絶滅危惧愛類に指定している。絶滅危惧愛 B 類沖縄県の海洋博覧会、記念公園管理財団都市緑化植物園は、屋上緑化資材として、沖縄の在来種など25種が利用できるかどうかの実験を行い、その一種に、丸葉畑むしろが選ばれたが、2003年9月の実験開始から2ヶ月で故死してしまい、屋上緑化資材には不向きと判定された。 ありがとうございます。